なんかあのひむバスでさあさっきオンエアですよね、うん、あの井村さんがバス運転して人乗せるやつ、うん、定期的にやったんですけどそうそう定期的にやらさせてもらてますなんか乃木坂のそうなのよ二十歳の子たちを乗せたんですよそうなのそうなの<で>う、ね、あの一ノ瀬と岩本と岡本と,と川崎と黒見と清宮と林と松尾8人8人が成人なんだで 連れていくと乃木坂とかってさ、うん、成人っつってさ、うん、木がバラバラでさ、うん、あ,のあこの子とこの子って同い年なんだって,ってのがすごいね。新しく入ってきた子の方が若いみたいなイメージがあったりするから、ねね、あここ一緒の年なのみたいなのって意外と。 なんか,分かんない、ね、わかんない分わかんない、わかんない。岩本なんてのはもう今年で8年やってるて、もう3期の子だから、この子なんかね。岩本が20歳なんだ。20歳なんだ。へえなんて。最初が12歳だから。12歳で入ってたの <laughs> そうまあでも若い子で12、13歳なんで。ね。 そうあ,あ、そう、今、六期も募集してるから、ね。6期もは、もう、間もなくでしょうん。あ<ー>すごいよね。え、12歳で入ってきたんだよ、岩本って。本当最初まだそりゃそうだよね、十二、うん、歳だもんね。スーパー子供ですよ、だから。いや、なんか、そうそう、なんか、ね、もう、本当大丈夫か、こいつ、みたいな感じの。 の、でも、大人になったんだよね。いや、ちゃくちゃなんか色気あんなみたいな。わかる、今あるもん。いや、岩本は本当大人になってこうなってるんだよね。ああ、そうなんだ。そう、だからこの。そかの。そうか、五期とかでもそうなんだ五の子のね。で、五期の子がなんか二十歳ってのなんかね。いや。なんかわかるんだけどさ。五期の子二十歳ってか、でもなんかもっと若い、なんか、年下のイメージ。10代ね。黒身とかも二十歳なんだ黒身なんか二十歳もっと大人に見えるな。わかる。 松尾ももっと大人見るでしょ大人るでしょ二十歳なんだって。林と清宮って同級生なんだ。いや、わかる。はこういう感じ。野木神社ね。あの、これ野木坂って、あの、毎回そのね、野木神社に行くんだよね。そう。で、マスコミの方が来てさ。うん。それこそワイドショーとかああいうところにね。そういうのに送ってくんだよね。そうそうそう。そうあそこに内緒で送ってたっていう。内緒で まあそういう人にはねそう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 。やってきましたよこれはまあ楽しかったちょっと本当にね乃木坂の子とかさまあまあ本当それこそもシャさんだ東京03だ元君だとか最初に言ってたよねさ言ってたよね乗せたいってね乗せたいなっていうの夢がかったからもう来られた来らた嬉しかったじゃあ今度はゼ03の地方公演の会場までいいねそうなると俺が乗るチャンスはないよねいやいやあるでしょう スタさんは、まあ、それいつかは乗ってもらわないと困るけど、貧発は。でも、乗る機会なくないそういうのがないじゃん、俺。まあ、だから昔、キューブで送ったように、俺が貧乏で家を一回乗せて、フジテレビ行くみたいな <laughs> <laughs> あまあまあ、そのパターンね。うん、まあ、家の前はつけられないけどね。うんえー、バス停どっか立てて、待っててもらってみたいな、ね。なんか なんか、だからそういうね、言ってた人乗せられるの嬉しいよね。めちゃくちゃ嬉しかった。なんか、みんなが、の木坂の着物みんなもね。そう、着物でさ。なんか、なかなかそういう、こう街中を走るなんていうのも、まああるんだろうけど、そんななんかなくって、なんかすげえ嬉しい、楽しかったって言ってくれたからね。うんよかったです。うん。あと、そう、山下卒業発表したね。 あ山,下山下も,もうう最近はだってね、うん、女優さんのお仕事忙しくてねでこんなにドラマ出まくってる人もなかなかいないからねいや本当だよねすごいよね大変だろうねスケジュールねもう大変だと思う、ま、た結構でかい作品出てるからね山下ってね本当だよ日曜劇場朝ドラから日曜劇場から場いい役なんだよまたこれがねえ、ね、卒業ですって寂しいよねめちゃくちゃ寂しい そうだなほんでまた新しい子入ってきてさだ,だいたいさその木がねなんとなくこう、名前覚えたぞなんて言うとまた新しい子入ってくるん、ね、そうそう五そ期うそう、ね、の子なんてやっとねもう今や全然わかるけど顔と名前言ってくるけどさはあそういうもうどんどんそうやって。 回ってくるんですね。本当ですよ。ねだから、赤い道のライブに来てくれた一気の子なんてさ、もう本当に大人の女性になっちゃったからさ、オージーが結構来てくれたからさ。ねなんかね。でもさ、弓切っているんですよ。うん。なんかちょっと、あの、パンチ効いた子がいるんですけど。すると和田がさ、同い年だね、なんなら同級生、同じ学校で。そう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 。そう。二人ともバカなんだ、ごい。あの二人が。 そう。あの二人が同じ学校の同じクラスだったでしょうん。めちゃめちゃ、もう、キテレツなクラスだね。いいよ。いいよ。企画でね、ズ、ノー、オーっていうのがあるんだけどさ。そういうのでもトップ争うような二人なんそう。面白いんだよ。そう。まあでも、それがまたね、面白回答につながるからいいけど。そうそう。バカ回答がまた、ちゃんと面白い。いや、やばいよね。すごいよね。うん。ああいうのもなんか、驚きだよね。うん。ねねはい。